基本、松井一夫監督が休養。私の責任。再開定年、渡辺久信 CM が28日中日戦から監督代行。西武の松井一夫監督が26日のオリックス戦ベルーナドームを最後に休養に入ることがこの日分かった。渡辺久信 CM が監督代行を務める。松井ドローをかぶっただけやな。あんなに主力が抜けるとどうにもならん。松井一夫休養なんか2022の矢野でも休養しなかったのに西武厳しすぎやろ。松井って PL やん。阪神の来季監督も PL や言われとるけど、これはとんでもないことやと思うよ。休養って何すんの？自主退任やと思うで。休養って病気以外は戻らないね。シーズン途中に首とか世間体が悪いやろ。松井もこれで無能監督のレッテル貼られたわけやし、若い指導者は監督やるタイミング見極めな。将来なくなるな。ご視聴ありがとうございました。